はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト10続きやっていきたいと思います。バージョンも続きですね。前々回からね、バルディスタのお城の中入ってね、バレリア様だね、魔王ね。それの、まあ弱みじゃないけど、まあここの孤児院にね、よく来てたりとか、まあ今好きなもの探しにね、このここにいる子供たちに何が魔王様好きなのって聞いたところ、このターボル峡谷、ここに咲いてる花かな、なんかそれを見てる時の魔王様の顔が悲しそうだったみたいな話聞いて、それを、まあ、取りに行くんかなってとこまで来たんですけど、ここだね。これダンジョンなんかな、だったら新しい敵とかいそうだけど。だね、なんだこれ。もう動けないっちゅう。このままじゃお腹ペッコリングで死んじゃうっちゅう。なんか変な顔したマジックの幻覚のように見えてきたっちゅう。僕はもうダメみたいですよ。え？で、あんたちゃん本物の生きてる魔族じゃないっちゅうか。やったら助かったっちゅう。あんたちゃんならその邪魔な岩は何とかできるかもしれないっちゅう。もちろん手を貸してくれるっちゅうね。はい。ありがとうっちゅう。実はこの間の落石で峡谷を登るためのお水の出口が塞がれちゃったでちゅう。この邪魔な岩はボムボムの玉っていうものを投げつければ壊すことができるっちゅう。ボムボムの玉はこの辺にいる爆弾は今日を倒すと手に入るっちゅうよ。爆弾は今日には悪いっちけど、よろしく頼んだっちゅう。うん。いるね。いや、爆弾はもそうだけど、なんか他にもなんか変ないるぞ。マッドルーパー今日。やはり。見破ります。センクラってね、パワーの色が変わんないって。バージョン1のラスボスぐらい強いよね。お、落とした。アンタッチャブル。ああ、なんだ？まあいいんだけど、それはね。これでそれをぶつければいいか。少し離れた場所から岩に投げつけた。はい、弾が爆発し岩が壊れた。わいわいありがとうちゅう。このお水ブシャーニーの上に乗れば高いところに登ることができるちゅう。この先にも同じように岩に塞がれたお水ブシャーの出口があるかもしれないちゅう。もしそんな岩見かけたらここみたいに壊しておいてくれると助かるちゅう。よろしくちゅうよ。また倒すんかな。あ、なんか怒ってたなあれ。うい、あれなんだろうこの赤い花、なんだこれ。あ、三河市総会。どうりゃ。さて、ああ、なるほど。上に行って、あ、丈夫ないだ。いや、あんまり敵強いからな。まあ、レベル上げるときはがっつり上げてるんでね。
これか、お水ぶっしゃ、あ、まあ爆弾やか、まあ倒さなくちゃないってことか。ルンマー製さっき1体しか当たんなかったからね、一発当てといてから、まあね、1体ずつ倒せばいいかな。もう一回ぐらいありそうだよ。マゴニア層。こっちなんかありそうじゃね。あ、やっぱり。ハゲンのリング。あ、これなんか滝んとこ行けるかもね。こっち多分落ちるので、落ちて、右にも多分なんかあるでしょう。きっと。大抵なんかあるよね。あ、宝発見。え、あれって、あ、滝の裏だね。あ、こういう系結構入るね。理性とかね、全部合わせちゃいましょう。ってことは上から降りてしまえばいいのかな。わお、戻ってくるってことは裏から行くのか。いや違うな、これ降りれる？ああ。え？こっち行けねえの。あれ？なんで？反対からもしかして降りれるのかこれ。絨毯浮いてんだから飛んでくれればいいのに。あ、これで降りんのか。あ、なるほどね。降りて先に行って、で、こっち側行ってねえよな。反対登れないですよ。あ、登れる？また。いや、待て。ここなんかあんな。さてはなんかあんな。あ、上にある。あ、そういうことか。
ゴレオン将軍メダル。しまった、持ち物がいっぱいだ。いらないもん、ちょっと整理しよう。さて、ゴレオン将軍か。これ月あたりにキラキラがあるんだね。あ、キラキラじゃない、宝。あ、あったわ、普通に。また爆弾は倒さなくちゃないのか。まあそんな難しくないけど、まあ何回か戦闘しなくちゃいけないね。さっきここにいたの？あ、いた。はい、こっちに宝見えましたもんね。あ、いいね、妖精の霊薬。MP 回復しますね。あ、あそこに行くんだ。はい、バルディジニアの花を手に入れた。月明かりの家に戻ろう。なんかないかな。なんか鳥がいるけど。あの鳥なんだ。なんかありそうだな、後で。まあ、それは後でわかると思いますので、それはね。
いつらどうしたんだ。うんうん、ちゃんとお花取ってきたみたいね。それちょっと借りるわよ。はい、リズティはボッコからバルディジニアの花をぶんどった。何何、魔王様、お兄ちゃんたちと仲良くしてあげてください。見えっ張りだけど優しいお兄ちゃんです。魔王様へ。このお兄ちゃんはタイプじゃないかもしれないけど、いい人だから優しくしてあげて。なるほど、お前たちみんなでこれを書いてくれたのか。内容は引っかかるが、ありがとうな。いいの、気にしないで。今度来るときに高級なお菓子なんか持ってこなくてもいいのよ。よし、あとはお花と手紙にこうしてリボンをくるくるっと巻いて、はい、出来上がり。魔王様と仲良くなるための仲良しセットよ。綺麗にできてるでしょ。リズティは大きくなったらお花屋さんになるのよ。ああ、よくできてるな。これならあのおっかない魔王も気に入ってくれそうだ。さてと、この花と手紙で氷の魔女様の気持ちも解けてくれるといいんだがな。まあやれるだけやってみよう。早速こいつを持ってバルディスタ城へ行ってみようぜ。さて、どうなるんでしょうか。ボスはいなかったね。また貴様らか。何しに来た。魔王ヴァレリア様、いかがです。先日の件、その後お心変わりはございませんでしょうか。貴様もくどいな。何度来たとて私の心は変わらんぞ。私も女性にしつこくするのは本意ではないのですがね、我が主はそれほどあなた様を見込んでおられるのです。冗談はそれが通じる相手に言え。これ以上食い下がるというのなら我がバルディスタへの宣戦布告とみなすぞ。それは困ります。ところで、前回はこちらもぶしつけでした。本日はこのような手土産を持参したので、ぜひ受け取っていただきたい。なるほど。貴様らがあの子たちにここまで気に入られてるとはな。お気に召していただけたようで何よりです。だがバルディスタをなめるな、うん、私はこんなもので懐柔されたりはせん、うん、謁見中のところ申し訳ございません。失礼いたします。何事か。謁見中に無礼であるぞ。ですが下級の件でして急ぎご報告をばと。
良い、モーセ。は、実はバルディア山岳地帯にある月明かりの谷の方面で魔性が大量に発生しているようなのです。月明かりの谷だと。わかった、お前は急いで魔性対策部隊を向かわせろ。私は先に行く。馬を引け。はっ。おい、聞いたな。月明かりの谷といえば孤児院のある方角だ。俺たちも急いで向かうぞ。間に合ってくれ。さて、行くか。これアビスジュエル、ユシカがくれたのに、ユシカは持ってないんかな。走っていっちゃったけどね。魔性の霧がこんなに。魔王様、ここは危険ですので下がってください。くそ、飛び込みやがった。こんな濃密な魔性の中でまだ生きてると思ってんのか。バレリアに何かあってみろ。そしたらまず俺が矢面に立たされるじゃねえか。冗談じゃねえ。出世すりゃ美味しい思いができると思ってここまで踏ん張ってきたってのによ。魔王様、ご無事ですか。私はいい。早くこの子の手当てを。お怪我はございませんか。いや、いるか。この付近で魔性が噴出したのでしょうか。こんなになるなんて。バレリア様、気を落とされませぬよう。ああ、まだ生きている子がいたんですね。よかった。早く手当てをしましょう。まずはこの回復薬を飲ませて。ヤイル、待て。その回復薬、まずは私が飲む。いえ、バレリア様よりその子の方が重症ですから。あいつがバレリア様を後回しにするなんて珍しいな。いいからよこせ。いけません。ヤイル、これはどういうことだ。これは薬の中身がいつの間にかすり替えられていたとしか。そうだ、あいつらです。この時期に我が国を訪れたよそ者が犯人と考えるのが自然ではありませんか。こやつらとは少し前にここで会った。それゆえ私とこの孤児院の関係を知っていてもおかしくない。そこにいるベルトロには以前院長が腰を痛めた時この孤児院の世話を頼んだことがある。
それ以外、私は孤児院のことを話していない。そこでだ、ヤイル。貴様はなぜ、この孤児院が私に関係あると思ったのだ？バレリア様、私の忠誠を疑うのですか？貴様の忠誠心を疑ったことはない。だがそれで貴様が過ちを犯さぬというわけではあるまい。魔晶石を使い、事故に見せかけ、皆を殺したのだな、ヤイル。魔王バレリア、こいつは俺たちが相手をする。だからあんたは子供の手当てを早く。くそ、私の邪魔をするな。私が皆殺しにしてやる。我がバルティスタに、バレリア様に栄光あれ。どういうこと？狂信者ヤユ。剣使いそうだね、これで。でもあの足見えた時、ヤユかなと思ったんだけど。言わなかったけど、あの時は。でもなんでかなとは思ったけどね。まあ当然わかんないんでね。それはやっていてね、自分でね、あ、こういうことだったんだってわかるようになると思うので、まあ言わないでくださいね。毎度のこと。何々ですよってたまに言う方いるので。繰り返らんの。次回に回そうかなと思ったけど、とりあえずここまで来れたんで、ちょっと長くなっちゃうかな。まさかボス戦あると思わなかった。子供たち死んじゃったのかな。むしろあのスライムとかの方が強かったし。バトマスじゃないからね、まあテンションはちょっとたまんないけど、強いっちゃ強いの、ね、ギラグレード。強いね。まだ HP 白いんですけど、この人。あ、
607くらったな。やべえな。大丈夫か。あ、目の前に行くとやられるね。毎月天は10日は天の日何本撮りしてんだって話ですけどね。まあああいう通知はしょうがない。まあこのイベントもやってますんでね。こんなん見てたらやられそうじゃん。推しのキャラクターみんなは誰選んだでしょうか。倒した。9100。おお。さて、ね、強かったな。ヤイル、なぜこんなことをした。バレリア様がおかしくなってしまわれる前に私が何とかせねばと。何を言っている。あの日私は見てしまったのです。魔王様がここを訪れているのを。あの孤児たちと話している時のバレリア様はまるで戦を忘れてしまったかのようなふぬけた目をされていた。霊言で強く美しい死を運ぶ氷の魔女と恐れられた魔王様を奴らは堕落させようとしたんだ。バレリア様はここで非常で氷のように冷たく強くあらねばならんのだ。貴様、そんなくだらん理由であの頃。くだらないものか。
奴らが生きていれば魔王様の弱点としていずれ思わぬ災いを招き寄せるだろう。だからそうなる前にバルディスタにあだらすゴミどもを魔性で掃除してやったんですよ。あ、そうか、その理由に嘘はないのだろう。だが災いを招いたのは貴様だ。ヤイルが生まれたのは国境付近の小さな集落でな。他国からの侵略を受けて滅ぼされてしまったが、その時部隊を率いて駆けつけた私が敵軍に殺されかけていた幼いヤイルを助けたのだ。その石は子供たちの。墓標だ。ここはかつて私と共に戦った仲間たちの墓場だ。院長にどこまで聞いたかは知らんが、千年ほど前激しい戦乱があってな。その頃まだ幼かった私はろくでもない傭兵どもに拾われて、他の子供たちと一緒に捨て駒みたいに戦わされたのさ。バニト、ディセル、ルチオ、タチアナ、スーゴ、生まれた国は違ったが皆大事な仲間だった。仲間たちとは戦が終わったらみんなで安心して暮らせる家を作ろうとよく語り合っていたよ。だが生き残ったのは私一人だった。彼らはただ仲間たちと静かに暮らすことだけを願っていたのに。ファラザードの使者とやら、子供たちの花と手紙はまだ持っているか？ああ、私が魔界統一を果たし、この乱世を終わらせよう。貴様の主とやらに伝えておけ。魔戦教にあって闇の根源の力、我が物にしてやると。私は準備ができ次第大神門へ向かう。そこで再び会おう、ファラザードの者たちよ。いろいろとありがとうよ。大きな声じゃ言えないが、
俺は現状でアストルティアに侵攻するのは反対だったんだ。今のバルディスタじゃアストルティアとの戦は長引き泥沼化しちまうだろうよ。そうなったら千年前の戦の二の舞だ。俺は魔王バレリアが大魔王になって魔界統一を果たした上でアストルティアに攻め込むべきだと考えていたのさ。てなわけでこれからは晴れて敵同士だ。もう協力することもないだろうよ。手伝ってくれて感謝するぜ。この国でやるべきことは終わった。お前もよくやってくれたな。これは褒美だ。受け取れ。次はゲルヘナ原野の東にある魔王ワスバルの治める国ゼクレスマ同国に向かおう。行くぞ。なんとまあ死んじゃったね。どっちからでも行っていいって言ったよね。だけどあっちに行ったらこっちに行けって言われちゃうのかな。なんか今の滝にこっち来なかったらゼクレス なんたらに行こうっていうのは言わないよね。あっち先行ったら次はバルディスタ行こうっていう、なんかイベント違うんかな、行く順番によって。なんかそんな気しますよね。ということで、まあ、イベント起こるのか。ここにいて何も起こんなければもう起こないですね。まさかまさかのボスが出てきてね、ちょっと長引いたので動画ちょっと長くなっちゃったんですけど、ちょっと取り切りたかったので、うん。まあ手のひれいろいろ通知ありましたけどね。まあそれはしょうがない。まあ自分一人だけやってるわけじゃないんでね。そうだね、オンラインなんで、まあいろんな人がやってこそのオンラインでね、オンラインやってからこその、まあ、サポートさんもね、いるわけであってね、まあ絶対なくてはならないものなのでね、それはしょうがないです。はい。ということで、まあ、自分もね、そのイベントね、参加させていただいてますけど、まあ、バージョンね、5のね、まだ合ってないようなね、キャラとかもね、なんかちょっと出てきたりしてんですよね。なので、まあ、後で会うんかなと思いますけど、中身は全然知らないので、この先楽しみですね。ドラゴンクエスト10バージョン5、最後までご視聴いただきありがとうございます。私のチャンネルでは、ドラゴンクエストのナンバリング、派生ゲームはもちろん、他にも、レトロなゲーム、新作ゲーム、いろんなゲームに挑戦していってるチャンネルでございます。これからもいろいろなハードのゲームにも挑戦していきたいと思ってますのでよろしくお願いいたします。視聴者様方にも楽しんで見ていただければ幸いだと思っております。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、Twitter フォロー、ベルマークの通知登録などしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。